結構こう田舎って応援歌の指導が怖いんですよ。どんな感じなんですか？こう中学校もそうだったんですが、応援団の人がこうやって怒った顔して、声が出てないとかなんか、で、もう声が出てない人は立たされっぱなしとか、怖いんですよ。あとは、私は違うんですけど、その強豪校とか、あと意外とこう、あの進学校とかだと、屋上とかで応援歌練習とかしていて、結構だって漫画で見たことある感じだよね。うん、そうです、岩手は結構多いと思います。へ、でもな、今結構いろいろね、時代も変わって、今はね、もしかしたらコンプライアンス的に変わったのかもしれないですけど、ね、私が学生の時は少なくとも応援歌が怖くって、へ、応援歌が怖いってなんか初めて聞いた。昔ながらだね。長いハチマキとかするってこと？うん、そう、中学校の時はそうでした。でもなんか共学ってことだよね。そうですね、中学校まで私共学で、すごく怖かったんです。怖そう。ガラガラガラってこう入ってきて、どこに入って、教室に、教室に応援団長が入ってきて、うん、こう後輩をこうやって指導するんですけど、怖くて、怖、私も大声で歌って怒られないように、こんな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 、それ泣いちゃう子とかいないの？いますよ。あと体調を崩す人とか、ね、怖いです。厳しい。スパルタだったんだね。それを乗り越えて上級生になっていくんですけど、じゃあぜひあのしらせ5002から、はい、声が小さいってあやちさんそうそうそう、カメラに向かってこっちの手、映りそうだよね。映りそうです、ね、うん、ここから大声コンテスト出てほしい。ここだとなんかね、うん、あの上高地に比べて行きやすいですよね。そうね、そうそうそう、上高地にもライブカメラができたいねってせんちゃんが話してて、そうなんですよね。今日とかどうですかね、上高地の様子。急に小さくなったね。バレちゃった。どうしたの？どうしたの？ちょっと急に雑魚違うなと思ったなんか高さ違うなって思ったので、バレないように今シューって言った。全然バレちゃう。シューって言ってたもん。しかもそれ、そう、上がるのがすごい難しいんだよ、そこの椅子。だから私も前、何の時かな、涙目になっちゃった。ナナちゃんと話す時に私も調節しようとして途中で止まれなくって、はい、あの今のせんちゃんの位置まで行ったことが上がらない。もう笑っちゃってダメだ、本当に。なんかね、私もちょっとちっちゃくなればいいのかな。あ、こっちなんないよ。会話の途中でこれ、ね、カモフラージュカモフラージュって思っていたんですが、バレちゃった。そう、今ご覧いただいてるのが上高地の様子で、ね、はい、あれだね、ちょっと山肌が白くなってきたね、内部。そうですね。ね、実はですね、はい、この白いリポートは番組中にも届いていて、そのフラムの方ではちょっとちっちゃいからも見るたび面白くなっちゃう。このね、中腰で中腰みたいきつくなっちゃう。フラムは標高400mなんですけど、そこからも今日雪リポートが届いてました。なんだかこう聞くと岩手山も冠雪したっていうことで。そうなんです、だいぶね季節が、うん、変わってきましたね。あやつさんの集中力遅いでしょ。涙が止まんなくなっちゃった。そうなんです、季節が ね、ゆっくりゆっくりと中腰してる。大丈夫、大丈夫ですよ。無理しないで進んできましたが、はい、この後アフタヌーンの見どころどうでしょうか。今日はあの関節のリポートも届いているということで、北海道は雨だけではなく雪が降る地域もありそうです。そして東北も現在雨のご報告いただいているというところで、地域によってはにわか雨の可能性があります。東日本から西日本は引き続き今日だけではなく明日にかけても秋晴れとなりそうですので、明日にかけてのお天気も確認していきます。はい、では14時からよろしくお願いします。お願いします。
いや面白かったですね。ちょっと見返したいな。ここ切り抜かれるんじゃないかな急に戦略シュッってなる、シュッって主人がね、私は今月一番気に入りました、ということでここまで約3時間ウェザーニュースライブコーヒータイムお送りいたしました。この後は小川千奈キャスターが14時からお伝えしてまいります。まだまだ日本海側など雨の降る地域がありますので、どうぞ気をつけください。では皆さん素敵な午後を。